フィリップ・カーニーは、アメリカ合衆国陸軍の士官であり、フランスに渡って、騎兵戦術を学び、フランス軍に参加して、戦い勇猛の名を欲しいままにした。アメリカに戻って、米北戦争と南北戦争で活躍した。1862年のシャンティリーの戦いで、戦死したが、敵である南軍からもその死を惜しまれた。カーニーは、ニューヨーク市で浮遊な家庭に生まれた。 母方の祖父は、ジョン・ワッツといい、船と製粉場、工場、銀行及び、投資対象の家屋を所有するニューヨークでも最も、富裕な住人の一人であった。カーニーの父親はやはり、フィリップといい、ハーバード大学を卒業したニューヨーク市の資本家であり、自分で、仲買い会社を所有し、ニューヨーク証券取引所の設立者だった。 カーニーは少年時代に軍隊に入りたいと思った。若い頃に両親が死に祖父に育てられたが、祖父はカーニーの軍人志望に反対し、法律家にならせたかった。カーニーはコロンビア大学で学び、1833年に法律の学位を取得した。カーニーのいとこ、ジョン・ワッツ・ド・ペースターもコロンビア大学出身で、後にカーニーの信頼できる伝記を書いた。 1836年、祖父のワッツが死に、カーニーに100万ドル以上の遺産を残した。カーニーは何もしなくても、一生贅沢に生きていけたが、軍隊を職業に選んだ。翌年、騎兵将尉に任官し、おじのスティーブン・ W ・カーニーが指揮している、アメリカ第一流騎兵隊に配属になった。おじの副官は後に、アメリカ連合国大統領になった、ジェファーソン・デイビスであった。 この連隊は、西部戦線勤務となった。1839年、カーニーは、騎兵戦術を学ぶために、フランスへ派遣され、まず有名な、ソミュールの騎兵学校で学び、続いて、アルジェで、アフリカ両騎兵隊とともに、いくつかの戦闘に参加した。カーニーは右手に剣、左手に剣銃、歯には手綱を加えて戦場に乗り入れ、まさに両騎兵のスタイルを取った。 戦闘におけるその恐れを知らない性格によって、フランス人の領友から、カーニー・ル・マニフィークすなわち偉大なカーニーというあだ名をもらった。カーニーは1840年の秋にアメリカに戻り、海外での経験をもとに、軍隊のために、騎兵のマニュアルを準備した。その後すぐに、アレクサンダー・マコーム将軍の副官に指名され、1841年6月に、 マコームが死ぬまでその職にあった。その数ヶ月後、ペンシルベニア州、カーライルの騎兵宿舎で、ウィンフィールド、スコットの参謀に指名され、さらにその副官になった。カーニーは、再度前線に出て、1845年には、おじの部隊に同行して、オレゴントレールの南路の遠征に参加した。カーニーはその部隊にいても求めている戦闘に会うことが、 なかったので失望し、1846年に、その任務を辞職したが、ほんの1ヶ月で、米北戦争が勃発し軍隊に戻った。カーニーは、インディアナ州テレホートで、アメリカ第一流騎兵隊へ中隊のために、騎兵部隊を募る任務を任された。カーニーは兵士を集めるときに、何の杖もなしで済ませ、自分のお金で賄った。 連前足毛の馬に合う120名のものを集めた。この部隊は当初リオグランデに駐屯したが、間もなく、メキシコにおける軍隊の総司令官、スコット将軍の個人的ボディガードになった。1846年12月には第に昇進した。カーニーの部隊は、コントレラスの戦いとチュルブスコの戦いに参戦した。チュルブスコの戦いの時に、 カーニーは大胆な騎兵突撃をかけ、右腕に武道弾による傷を負って、後に切断するしかなかった。カーニーの勇気はその兵士や仲間の士官からも尊敬を集め、中でも総司令官のウィンフィールド・スコットからは、彼が知っている中でも、最も勇敢で完全な兵士と呼ばれた。負傷にもかかわらず、カーニーはすぐに任務に戻り、 翌月アメリカ軍がメキシコシティに入った時は死の門を潜る最初の兵士という個人的な栄誉を得た。戦後、カーニーはニューヨーク市で軍隊の徴兵業務に携わった。そこにいる間に戦中の軍港に対してユニオンクラブから剣を送られ、少佐にも昇進した。1851年、カーニーはカリフォルニア州の先住民族である。 ルージュリバー族との戦闘に参加した部隊の一員であった。カーニーはこの頃結婚に失敗し、軍隊での昇進速度が遅いことに鬱憤を積もらせ、その年の10月に辞職し、世界修航の旅に出て、中国、セーロンを呼び、フランスを訪れた。カーニーはパリでアグネス・マクスウェルというニューヨーク市の女性と恋に落ちたが、 最初の妻が離婚を承知しなかったので結婚はできなかった。1854年、カーニーは馬で腐った橋を渡っている時に落馬して負傷し、心配したアグネスが来て解放してくれた。1855年までにアグネスとカーニーは、社会の避難メーター絶賀を逃れるために、ニューヨークから離れた。二人は、パセーイク川を見下ろすカーニーの新しいマンション。 ベルグラブに入った。そこは、ニューアークにあるカーニー家の古い領主館からは川を隔てて、あまり離れていないところだった。1858年、妻が離婚を認めた。アグネスとカーニーは、パリに行って結婚した。1859年、カーニーはフランスに戻り、当時イタリアでオーストリア軍と戦っていたアフリカ領騎兵隊に、加わった。 その後、ナポレオン三世の皇帝シニエ隊に加わり、ソルフェリーノの戦いに参加した。カーニーは、ルイエム・モリス将軍の騎兵隊により、オーストリア軍の中央を突破して、戦闘のようとなる位置を占領した。この時の戦闘の様子は、タズナオハに加え、その特徴である勇猛さでと表現された。この軍港でカーニーは、フランスのレジオンド・ヌール勲章を与えられ、 この栄誉に欲する初めてのアメリカ人となった。1861年に南北戦争が起きると、カーニーはアメリカに戻り、巡序に任官されて第一ニュージャージー旅団の指揮を取って、部隊を効果的に訓練した。軍隊はカーニーが障害者なので彼に任務を課することをためらったが、第一次ブルランの戦いでの北軍の敗北に衝撃を受けて年季の入った。 戦闘指揮官の重要性を認識するようになった。カーニーの旅団は、彼が、師団の指揮を離れた後でも、特にグレンデールの戦いで、花々しい戦果を残した。カーニーは1862年4月30日、第3軍団の第3師団の指揮官となった。カーニーはこの師団を率いて、ウィリアムズバーグの戦いとフェアオークスの戦いを行った。 ウィリアムスバーグでは、戦場に部隊を率いていくと、私は、片腕で、ジャージーの銃の息子だ、私に続け、と叫んだ。ここで再び、片手に剣、歯に、手綱の勇敢な将軍の突撃が再現された。カーニーは、心配するな諸君、敵は皆私をめがけて撃ってくると宣伝して、部隊を前に押し出したことでも有名である。 半島方面作戦の時のカーニーの軍港は軍隊や上官からの尊敬を集めることになった。しかし、カーニーはポトマック軍の指揮官ジョージ B ・マクレラン少々をひどく、無別しており、その命令をしばしば無視した。北軍が勝ったマルバーンヒルの戦いの後で、マクレランは撤退を命令したので、カーニーは次のように書き残した。カーニーはアメリカ陸軍で、 舞台賞を最初に考案したとされている。1862年の夏、カーニーはその士官たちに彼の舞台の一員であることを示すために帽子の前に赤い布の舞台賞をつけることを命令した。カーニーがよく知っている歌士官たちがすぐに彼ら自身の意思で命令に従った。他の舞台の兵士もこのアイディアを取り入れ、それぞれの舞台賞を工夫した。これらは、 多くの年を経て、現代の非寿賞に受け継がれている。カーニーは1862年7月4日に、少将に昇進した。突撃を指揮する、カーニー将軍8月の終わりまでに、カーニー将軍はその師団を率いて、第二次ブルランの戦いに参戦した。この戦いでは、南軍のロバート・イーリー将軍のために北軍が、総崩れとなり、壊滅寸前となった。 北軍はワシントンの方向に撤退し、追撃する南軍と9月1日にシャンティリーの戦いを行った。雷と激しい雨の降る嵐の中でカーニーは北軍の隊列の隙間を調べて、一人の部下に私を殺せる反乱軍の弾はまだいられていないという警告を軽蔑的に発した。続いて南軍の隊列に馬で駆け入り、 幸福の要求を無視して逃走しようとしている時に一発の弾が背骨の付け根を貫通した即死だった。南軍の将軍 AP ヒルは銃声を聞いて巧妙な軍人の遺体のところにランタンを持って駆けつけた。そしてお前たちはフィル・カーニーを殺した。彼は泥の中で死ぬような運命の男ではなかった。と叫んだ。カーニーの意外は リー将軍のコメントをつけて北軍に返された。皮肉なことに、この時ワシントンでは、エイブラハム・リンカーンが、カーニー・ル・マニフィークその人に、マクレランの代わりをさせようと考えているという噂が、広まっていた。カーニーは、ニューヨークのトリニティ教会墓地に埋葬された。1912年、カーニーの意外は掘り出されて、アーリントン国立墓地に移送された。そこには、 カーニーの栄誉を称える銅像があり、アーリントンに二つしかない乗馬姿の一つである。意外を運ぶ隊列は、第一ニュージャージー旅団で、カーニー将軍の下に仕え、名誉勲章受賞者のチャールズ・ F ・ホップキンスが戦闘を、務めた。その銅像は1996年に、ニュージャージー州の NPO フィリップ・カーニー、記念委員会によって、磨き直された。ありがとうございます。